チャンネル白熊です。今日も取って出しですね。まあめっちゃ天気いいんでね、めちゃくちゃ気持ちいいです。本当にもうコペンで旅するってすごくいいと思うんですよね。どこ行ってもね、天候次第でね、こういうことが楽しめるということがね、オープンを楽しめるというのがすごく嬉しい。特にね、まあ2人でも十分荷物は積めるので、1泊くらいだったらねオープンで楽しめますよ。トランクはちょっと狭いですけど、詰めないわけじゃないんで、ね、2人くらいだったら、ただ1人だったらね、これめちゃくちゃね、荷物たくさんね、助手席でしょ、トランクでしょ、たくさん詰めるんですよ。でまあサイズもね、旅にはちょうどいいサイズだと思ってるんで、どこの道でもね、小道でもね、苦もなく入っていけて、ね、2人でも全然 OK ですけど、1人だとこうなお空間をね、広く使えるっていうか、もうコペンの空間をねフルに使えるというのがねあります。でね、やっぱり今時期としてね、観光地とかね、いろんなところはね、もうめちゃくちゃ空いてるんですね。私もこれ最近出張行ってるんですけど、もうとにかく空港も空いてるし、観光地誰もいないっていうこともあったりしますね。出張先でもちょっとびっくりしてます。こんなに人少なかったっけかなっていうのはね、ちょっとあったりするんで、でね、やっぱり心配なのが、こうバスとか密室に乗ることが心配だとは思うんですよ。新幹線とかね、乗るのはやっぱり心配だとは思うんですね。皆さんね、コペンそれないですからまあそもそも密室なんないんで、こういうところね、密室なんないんで、ね、2人くらいだったらね全然 OK だと思うしね、パートナーと一緒に旅するっていうんだら、コペンねちょうどいいかなっていう、今の時期こそね、少しねドライブ出てもらってもらえればいいかな。ちょっとね観光地行くくらいすごくいいと思うんですよ、ね、いろんな心配事はあると思いますよ。ただ家に引きこもってるっていうだけで本当にいいのかなってちょっと思ったりするんですよ。どこにも出ないっていうこともすごい選択肢の一つではあります。今日はここまでです。ではでは。